さて、今回のイベントの意気込みなんですが、つくしさん、いかがですか？はい、もう朝からバッチリですわよ。さっき、音声のリハーサルを行った時に、あの通りがかった小さいお子さんの方ともね、ご挨拶させていただいて、やっぱりこうやってレイクタウンで皆さんと顔を合わせてイベントでお会いできることをとっても嬉しく思っております。水辺に関して最新の情報を学びながら、皆さんがこの後も美味しい思い出を作れればと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。まずは、この授業についての説明ということで、皆さん、春日部福士さんと一緒にお勉強をしていきますよ。授業の説明は、埼玉県県土整備部河川環境課河川環境担当の横田誠主任でございます。それではご登壇よろしくお願いいたします。はい、ちょっと私も知らないですけど、恐れ入りますはい、でこれからですね、説明をさせていただくんですが、画面の調整をさせていただきます。ちょっとスペースさんが小さくなります。地元の住民の方、この4社が、雇用調整
ありがとうございます。まさしくこのまだ埼玉の海のことを
埼玉バーチャル観光大使の春日部つくしと申しますわ。今回はこちら大相模調節地に来ております。天気が良くて気持ちいいですよね。ここは新しく水との共存文化を創造する都市をスローガンとして、越谷レイクタウン事業の一環として水害対策として作られた調節地です。川が溢れそうになった時、こちらに水を貯めることができ、河川の氾濫を防ぐ役割があるそうですわ。池の周辺には公園や遊歩道などの施設も充実しており、地域の皆様の憩いの場にもなっております。そう、アーシが今立っているこの桟橋なんですが、どうやら最近新しくできた場所らしいんですよ。この大相模調節地で今回アーシホビーという水上アクティビティに挑戦していきたいと思います。ホビーって一体どんな乗り物なんでしょうか。せいさーん。お、なんか声が聞こえるぞ。どこだ。あ、なんですかあれ、船じゃない。こんにちは。こんにちは。え、大丈夫ですか、それひっくり返ったりとかしませんか。大丈夫大丈夫、全然大丈夫です。ほんと、あじ今日濡れる準備はできてないんですけど、ちょっとこれじゃあ今日は頑張って乗ってみたいと思います。本日はよろしくお願いいたしますわ。よろしくお願いします。突然ホビーに乗って現れたのは、大相模調節地でホビーを運営しているレイク&ピースのあぜ神さん。ホビーについて説明を受けて、まずはあぜ神さんに操縦していただきながら4人乗りのホビーを体験しますわ。さあ、桟橋の奥まで進んできました。こちらが今回足が乗るホビーですか。はい、そうです。はい、じゃあつくしさん乗ってください。入れますよ。ゆっくりゆっくり、ね、ゆっくり、はい、どのぐらい沈みますか。で、大丈夫、体重が軽ければこんなに沈みません。あ、普通の人間サイズだ。はい、どうぞ。お邪魔します。はい、皆さん漕いでください。気持ちいい。これはどのぐらい奥まで向かうんですか、私たちは。今日はまあ半分ぐらいにしようかなと思ってます、この池の半周、まあ、とはいえすごい広いですもんね。広いですね。今日は風もないし穏やかなので最高ですよ。そうですね、はい、結構この漕いでる足の力もそんなに使わなくて大丈夫なんだな。まあ本当そうですよね。ホビーはいつからオープンしたんでしたっけ。ホビーは実は今年のゴールデンウィークからスタートしました、はい、あ、もうじゃあまだ出来たてピチピチ。そうなんですよ、ほやほや。1ヶ月経ったばっかりぐらいですね。今位置的には中央ぐらいまで。そう、だいぶ今真ん中に来ましたね。来たかなって思うんですけど、まだまだ奥あるんですよこれ。まだまだありますよねちなみにこの水面はたまに跳ねてなんかお魚の姿を感じられるらしいですが、今もクヨも多分いると思いますよ。よく見ると。え、これ頑張ったら水面見えます。タイミング良ければ見えますし、飛んできたりしますから、はい、さっきも飛んできたりアタックしてくるんですか。アタックしてきますたまに乗られるお客さんはどのぐらいの年齢層とかの方が多いんですか。もう本当に1歳にならない赤ちゃんから、おう、もうおじいちゃんおばあちゃんまで、あ、ペットのワンちゃんとかも乗ってますよ。あー、ワンちゃん一緒に乗ってます。あ、もう今対岸に近づいてまいりました、はい、いつの間にやらこっち側からこの道を見れることあるんだ。多分ね、魚もそうですけど、あと、はい、あのうなぎとかもいるんですよね。うなぎ、はい、ちょっと越谷とかだとあんまりこう自然を感じられるところが少ないので、はい、ここはちょっとね、自然を感じられる場所でもあって、違った楽しみ方ができる場所ですね。そうですね。これちょっと早く戻らないと足、次の体力絶対ないちなみに1日に2回乗られる方っていらっしゃるんですか。いましたね、3回乗った人とかいますよ。あの全部の乗り物に1回ずつ乗ったお客さんいらっしゃるんで。あー、見てください、近づいてきました。なんか向こう岸まで行った時はこれ戻るの大変だと思ったんですけど、まあ、帰りの方があっという間だった気がしますね。まあ足が今漕いでないからなのかもしれないですけど。いや、風向きですね今ね。なるほど、ちょうど追い風になってますから、ね、へえ。もう遠くから眺めるだけだったこの大相模調節地、間近でいろんなところ見て回れるなんてすごい貴重な機会ですね。そうですね、うん、こう視点が変わるとこう見え方が変わりますよね。全然違う、やっぱりこれが埼玉の海なんやなって。そうです、うん、友達みんな信じてくれないんですよ、埼玉に海があるっていうとさいや、ここ来てくださればわかりますよ。そうですよね、はい、この大きさも海だなって感じますしね。私の友達全員ここに連れてきてちゃんと海があるってことを証明したいと思います。お疲れ様でした。じゃあ到着します。はい、揺れる揺れる。揺れません。あ、優しい、優しくスライドで着地しました。
嘘つけ。はい、ということでホビー体験してきました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや本当に気持ちよくって、はい、これは皆さんにもぜひ体験して、足にまた SNS なので教えていただきたいなと思いました。これどうですか、回っていただく上で一押しの見どころポイントがなどがあれば教えていただきたいのですが。そうですね、まあ、魚と出会えたりとか、はい、あと岸の方から見られない景色とか、うん、そういうのを楽しんでいただきたいなと思います。はい、ぜひ皆さんも体験してみてください、はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。続きあぜがみさんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。先ほど明日あぜがみさんで4人乗りのホビーを体験してきました、はい、ね、やはり設置面積も大きかったので、うん、非常に安定して足も楽しく回ることができました、はい、が次は足は何をするんでしょうか、はい、次はですね、2人乗りのカヤックに挑戦してもらおうと思っております。2人乗りのカヤック、はい、もうちょっと細くなるってことですよね。そうですね、半分以下になります。半分以下、え、2人、4人から2人になったのに半分以下になるんですか。そうですね、ちょっとスリムなんで極端ですね。ちょ、分かりました。じゃあ足とおじがみさんで一緒に乗って、足が操縦をさせてもらえる。そうですね、さっきは私が操縦しましたけども、はい、今回はつくしちゃんに操縦を任せたいと思います。分かりました。まあ、1回回ったなんてね、足も気持ちよくまた回れることでしょう。それではチャレンジ行ってまいります。はい、はい、2人乗りました。はい、それでは春日部つくし号発進。発進、待って、つくしさん、はい、漕ぎながら舵切ってください。待ってね、待ってね、ちょっと待ってくださいね。思ったより、あの、左右にすごい自由度が高いというか。そうなんですよ、結構小回り効きますから。え、楽しい。なんか心なしか、さっきのより身軽だからか。そうなんですよ、早いんですよ、こっちの方が。え、そうですよね、うん、進みやすい。じゃあつくしさん、ちょっと右に切りましょう。はい、右、おー、あ、すごい、今、アーシャチの目の前がね、街並みに変わりましたね。へいへい、見てる、アーシャチ、二人乗り、乗りこなしてますよ。やばいやばい、ぶつかる、これやばい。ふう、危ない。危ない。はぁ、楽しい。あの、確実にね、4人余裕、やっぱちょっと重いんですよ、ペダルが。うん、その分ね、進んでる感覚はあるんですけど。まだ半分も来てませんけどね。あの、聞いてますよ、足が舵を切っていいということだったので、はい、あの、限界を感じたらね、引き返していいっていうことを聞きました。そうですね、普段もそのインストラクターさんとしてお仕事されているということなんですが、はい、そうですね、一緒に乗ってくださるんですか。いえ、基本的にはもうお客さんだけに乗っていただくので、はい、乗せるとこまでですね、私たちは。え、じゃあもう、2人乗りに乗せて、あとは自由に、はい、そうです、いってらっしゃいっていう感じです。気が済んだら帰っておいでみたいなってことですか。そうですね、今は一応30分単位で予約をしていただいているので、はい、30分経ったら戻ってきてくださいっていうことをお願いして、はい、で、あとはもう皆さん自由に、あの、楽しんでいただいてます。皆さん、あの、ずっと漕いでる人もいれば、はい、もう途中で止まって10分ぐらいもう昼寝して戻ってくる人とかもいて。いや、確かにいろんな楽しみ方があるんですよ。そうなんです。あれ、なんかおかしいぞ、進まなくなってきた気がする。あれ、漕ぎましょうか。じゃあ、街並みの喧騒から離れて、こんなものの数分で、まあ、自分だけのゆらゆら船に揺られてる環境に行けるっていうのもすごい自由になれて気持ちいいなって思いますね。足は、そう、ここね、静かにしてると本当に音が聞こえなくなる瞬間があって、都会の中でこう無音 になるってなかなかないじゃないですか、だからそのね、静かな環境になるっていうのはすごくリラックスできるんですよね。また、バーチャル空間にこの大阪見調節地周りを再現したことがございまして、はい、あ、はい、見たことあります。あ、ありがとうございます。すべて、あの、測量して、あの、道作ったんですよ。あ、すごい。で、ただどうしてもこの池の範囲っていうのは、うん、どうしても目視とか自分の徒歩だけでは確認できなかったので、はい、これあの時あったらもっと池の形とかいろいろ解像度上げられたなって。あ、なるほどね、うん、ぜひバーチャル空間で大阪見調節来た方もまたリアルでね、この池の上体験してみてください。ということで帰ってまいりました。帰ってきてよかったのかな。だいぶ早い感じでしたけどね。わー、危ない。まあ、でもよかった、無事に到着しましたね。いやー、でも楽しか
かった。はい、自分で運転した方がより楽しいかもしれないですね。そうですよ、自由ですからね、うん、行くところも。楽しい体験をありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで2人乗りホビー体験してきました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。いや、2人乗りと4人乗りでそんなに変わらないんじゃないかと思ってたんですけれども、うん、全然違いますね。そうですよね、はい、スピードとかも違うでしょ。そう、2人乗りの方がよりこうぐんぐん前に進むの で、 で、ね、アトラクション感も増して、ぜひとも皆さんも2種類体験していただければいいかなと思います。はい、あとはですよ、私は今回2人乗りを、8分30秒で帰ってきました、はい、ちょっと足がつりそうだったので帰ってきたんですが、本来であれば何分、まあ、15分ぐらいとか20分ぐらいですね、うんうんうん、あ、そうですよね。なので皆さんぜひともですね、乗った際にはまあ春日部尽くしの8分30秒よりも長く楽しんでいただいて、足よりもまあ体力があるかどうか、はい、確認していただければと思います、はい、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ということで春日部尽くしと安住でした。バイバーイ。バイバーイ。すごい完璧。30秒。頑張りました、安住さん。ありがとうございます。